皆さんこんばんは。というわけでこんばんは、2023年2月の24日はい、土曜日、土曜日なら金曜日の、アリをお送りいたします。毎度おなじみでございます。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。最後の曲、尺八の古典最古の曲、はい、鎌倉時代のですね、はい、虚空という曲を今週もお送りしました。はい、虚空というのはね、あの虚しい空と、はい、書くんですけど、3曲だけね、3曲だけ、鎌倉時代に残ってるんですけど、あの本当にそれの原型とされてる千円流の虚空をまあね、こうやってギターとやるのもいいもんじゃないでしょうということで、はい、こういう古典をギターとやる、多分そうそうないと思います。いやー、はい、オンリーワンじゃないですか。そうですね、と、はい、オンリーワン的な、はい、ということで、ね、もうそろそろ、うん、マスクもなしになるかもしれないしですね、はい、うん、いろいろ緊急事態本当に言うとしか解除されるということで、はい、これから音楽も盛んになると思いますので、はい、皆さんというわけで、まずは大事な儀式ですね。はい、はい、ではでは、これがないとちょっとやってらんねえってやつで、乾杯。乾杯。土曜日、皆さんお疲れ様でございます。明日の土曜日か、ね、やった仕事ある方もない方も、今日はお疲れ様でございました。うん、うまい、うん、今日はね、私は仕事休みだったんですけどね。そうですか。まあでも金曜日ということで電話番でやってましたけど、うんうん、そうですね、まあいろいろ世の中が動いてますけど、うんうんうん、まあこの音楽、このギグだけは、まあ、続いていくと思いますので、ぜひ、皆さん、ここの場所に来ていただいても構いません。はい、ぜひお越しくださいということで、次3月はね、またちょっと予定が分かりませんので、うん、また分かったら告知させてください。はい、では何行こう。何行きますか。何行こう。これ行きますか。それ行きますか。
春よ来い、はい、先週もね、春よ来いやったんですけど、うん、それは実は同様の春よ、春の曲でしたね、うん、今週、先週あたりからね、あのテーマとした春のテーマ、はい、そして卒業のテーマ、それから別れ、まあまあそうですね、そんな感じのテーマの曲が比較的多いです。むちゃくちゃ多いです。そうですね、やっぱりこうなんか寂しいとか悲しいとかそういうのはやっぱり歌とか詩ができやすいんじゃないですか。先週やったのが翼をください、うん、赤い鳥の、うんうん、これは僕 の、 あの高校生の卒業式に歌った曲なんですけど、あのなんかそういうのありませんか、なんか卒業と、ね、あ送る子とか、先生はね、もろリアルタイムで見てて、たのきんトリオが結構出てましたね。はい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 、うん。マッチなんかも出てたんじゃないですかね。はいはい。うん、で、あのシリーズってその後もなんだったっけ、環八先生とか新八先生とか先八先生とかなんかいろいろ出ました。さすがにあれだけ出すとね、うん、もういいやって感じですよね。うん、でもあれもあの、環八先生かな、新八先生かな、忘れたけど、川谷拓三さんがやってたシリーズがあったんですか。知らない。もう亡くなられちゃいますね。もうだってもう本当に30年ぐらい前の話ですよね。うん、そうです、ね。いやもっと40年。40年です。40年そう、ね。金髪先生が40年前ぐらいです。ね、まだ携帯電話がない頃。まだポケベルもなかったですからね。そうですよね。時は流れて。まあ春の曲を。じゃあ、同様の春動画をお送りしたいと思います。
はまだですかって言って、うちの庭の吹きの塔は出始めましたね。あちこちより梅は結構咲いてますね。あ、はいはい、梅も、うちの庭は梅も咲きました。うん、吹きの塔も出ました、うん、まあ、次は何だろう、桜の前にね、いろいろ桜があるんです。木蓮、木蓮もだし、木蓮はうちはちょっと後ですね。桃、あと意外なとこでアーモンド、みんなバラ科ですね、その辺はね。ミモザとかね。あ、ミモザね、うん、はい、ミモザ綺麗ですね。ミモザ好きですね。うちライラックの木あったんですけどね、ライラックは確かほぼほぼ桜と同じような季節だと思ったんですけど、ライラックはね、ちょっとね、嫌なところに咲いてまして。あ、本当ですか。ちょっとあの、どうせならもう一回伐採してね、やるならまた別のところ。なるほど。そしたらあのジューンベリーというのが植わっちゃってね、そこに近くに。あともうちょっとしたら河津桜がね。ああ、はいはい、うん、もう3月はね、早くね通り抜けてほしいんです。花粉ですか。そう、うん、なんか来週から本格らしいですね。あ、そうですか。うん、ケビンさんは杉だけでしたっけ。そうです、ヒノキ大丈夫です。ヒノキ大丈夫です。だから桜の花が開花するか、まあ、散る頃に終わるんですよ。はいはいはい、辛いですね。だからもう3月って毎年この地獄の1ヶ月っていう感じなんですけど、うん、あの、まあ、今年はね、ひょっとしたら来ないかもしれない、うん、ちょっとあることをやってて。あ、本当ですか。はい、小麦抜きを。ああ、なるほど、はい、グルテンフリー健康法。小麦を抜くと日本人の、まあ、病気とかアレルギーがね、うんうんうん、半分ぐらいなくなるという話です、うんうんうん、まあ完全に抜いてるわけじゃないんですけど、まあ、パン食とかは極力やめてます。今年のパスタとかは。パスタも少なくなってます、 なってます。ラーメンも食べない、うん、ラーメンもめったに食べないですね、うんうんうん、うどんももちろん。なるほど。だから、まあ、あえてっていうんだったら、よくあの天ぷらとかね、フライとか、ね、ああ、まあ、しゃあないです。ああいうのが、あの、取りますけど、うん、あとはご飯がしますね。なるほど。はい、まあ、それだね。どっち行きますか。はい、それ行きましょう。大丈夫かな。ちょっとなんか、バラードっぽいのは続いちゃったから、スイムでやりましょうか、これ。はい、はい、はい、うん、了解しました。
らしいタイトルですね。これ以上の口説き文句ってちょっとないですよ。タトゥーと誰か女性に行ってみたい。行ったら怒られますよ。もうね、まあ本当はね、ワイフに言えりゃいいんですけどね、そんなこっ恥ずかしいこと言えない言えますか、どうですか。言えません。そこがね、日本人の男のダメなところって分かっちゃいるんですけどね。イタリア人の男性なんか素晴らしいですね。もうお米もなく奥さん口説きますからね。素晴らしいですね。まあいいですよ、私たちはもう役目を終えましたから、ね、まあそんなこと言わんと。もう後のね、若い人たちがね、とにかくちゃんと書体持ってそうですねいう時代にならないと、日本自体がね本当に深刻な時代になりますので、なんとかうちのね、会社にもね、男性10人いるんですけど、はい、半分独身なんですよ。だからね、なんかある従業員には早く結婚して祝儀を出させてくれよ。いや普通出したらないのね。いや一人も行かないんだから。寂しいですか。ナコードは絶対嫌だけどね。え、そうなんですか。いやいやいや、いいじゃないですか、高砂を座りましょうよ。いや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 、あんな堅苦しいの。でも散々飲まされてベロンベロンになっててなんか良さそうじゃないですか。いや、まあそれはないと思いますし、近頃仲人もね、ない。そうですね、本当にこうレストランウェディングとかでね、こう人前式だったりするともうないですよね。司会者がいて、もう仲人いらない、まあ、あれもね、本当にその橋渡ししてくれた人だったらぜひ呼ぶべきですけど、ね、本人たちの自由恋愛なのに、形式だけ仲人で上司を呼んだりとか、考えてみたら不自然だなと思いますよね。まあ我々も、子供の結婚式に果たして出る時が来るんじゃないか。寂しいでしょ。いやいやいや、できれば来てもらえる方が、会社の話がありますので、いろいろ、寂しいとか云々よりも、ぜひぜひですね。悪くない虫の人募集中だそうですよ。悪い虫はダメですよ。いや、まあ、ハリーさんのところもね、うちもね同じですので、早くどうなることやら、本当に、いいご縁があるといいですね。まあとにかくね、少子化に歯止めをかけねばならんのでですね。そうです。我々のこうね、娘たちに頑張ってもらわねばということで、まあ、1人5、6人ぐらい産んでくれるといいかなとか思うんですけど、でもね、今こういうことをうかつに言ったらセクハラになっちゃうんですよね。そうですよね。でも、いやー、これはもう切実な願望ですから。そうですね、まあ、国の存続のためにね、まあ、できればやっぱり若い人増えてくれる方がいいなっていうのはあります、ね、5、6人産んだったら娘1人に5、6人ということは15人の孫ができる。それランドセル代だけでも偉い。お年玉破産しますよ。正月はバカンスで海外に我々は逃げていくというそういうパターンでいきましょう。いやね、本当に、いや、生まれたらご祝儀、はい、ね、何回ご祝儀があるんだみたいな感じで、ね、何だったっけ、お食い初めでご祝儀、お宮参りでご祝儀、七五三でご祝儀、はいはい、保育園上がったらご祝儀、でランドセル、はい、大変ですね。ランドセル、まあ、使い回しに1個買って使い回しにしてくれみたいな。1個で使い回そう思ったら6年開けなきゃいけない。まあでも娘がね、15人いれば、ひょっとしたら早く生まれたやつは、6年後の入ね、小学生になる人。うちの次女は姉ちゃんのお下がり使ってましたよ。6年はちょっとね、かわいそうですよね。6年もこんなちっちゃい子がこんな大きくなるわけですからね。さすがにね、もう途中でもうベルトが切れたりしてね、ダメになったんで、かといって中途半端な学年で新品買うのバカみたいでしょ、だからなんかリュックにした覚えがありますね。なるほど。では、はい、曲ですか。これは映画の卒業の中での挿入曲で。それ、卒業の映画って知ってる人いるの？
うん、我々の時代はもちろん分かってる。僕もね、実はまともに見てないんです。確かに僕もあのシーンしか見てないです。そうです、あの線路の、はい、あ、違ったっけ、え、線路じゃなくて、線路じゃない、あのほら教会にあのちょっとまた後で来るとか、あのシーン、はいはい、ほんで花嫁奪っていっちゃうあのシーンしか覚えてないですね、はいはい、うん、線路はね、僕想像するのはね、連想するのはあれ、あのほらリバーフェニックスが出てた、はい、あのダメですね、最近こう名前が本当に出てこなくなってくる。そうそう、こうやってやってるやつでしょ、うん、線路って。あ、違うか。まあいいや、ね、だんだん隣の町にあの死体を見に行こうぜっていうやつがあったじゃないですか。はいはいはい、誰か教えて俺たちの旅、あ、違うか全然ない、うん、うん、ハスカン、はい、うん、あの曲自体がもう名前出てこないんですけど、何でしたっけ、スタンドバイミー、スタンドバイミー、そう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 、うん、また今度やりましょう、やりましょう。あれでもね、伴奏もね、すごく単調なのでね、結構こう全問答みたいな感じ、はい、そこでどう表現するか結構難しいから、ちょっと挑みがいがありますね、うんうん、なるほど、うん、ということで、卒業の中の挿入曲サウンドオブサイレンスお届けいたしましょう、はい、thank you.
サウンドオブス、はい、これやっぱり歌手がないとね、うん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 、なんとなくあのそのね、盛り上げどころが難しいっていうのはある、うん、でも綺麗な曲ですよね。ね、うん、本当にあの多分僕たちよりももう少し上の世代の人が、うんね、こういう映画を見てた人は、うん、ああいいねみたいな感じになると。であのこの映画の中ではもう一曲あのスカボロフェアっていうのも、はい、使われてました。あれもとても美しい。ああいう強引スカボロフェア。あなんか、うん、あの音楽の授業でやった覚えがあります。うん、あやりました？はい。すごいな。あれ中学生ですかね。あそうですか。はい。中学生のギターマンドリンクラブっていうのに入ってはいないんですけど、はい、幽霊風的な。古敵隊やってたもんですから、トランペットやってたんですよ。あ、そうですか。へえ。で、それでなんか遊びにそこに行った時に、なんかそれをやってた記憶があって、うんうん、皆さん聞いてた記憶があるという、ということで。というわけで、今日も。もう終わりかな。あとフライミーをやって、フライミーがありますね。フライミーをやって、うん、いつものフライデーナイトやって終わりたいと思います。Thank you.
ないといけない。あ、そうやそうや。宣伝しないと。直近は何があったかな。あ、アプローブカオコーヒー、ね、こっち宣伝しなかったもんね。ヤゴトはもう満席ですから、うん、これ見えてますか。3月10日10日、はい、名東区高張原、名古屋高速の高張出口、降りてすぐすぐですね、本当に、はい、めっちゃ近いです。素敵なカフェアプローズコーヒーにて夜の投げ銭ライブをやります。すごくね、あのパスタとかね、はい、コーヒーだけじゃなくてスイーツもめっちゃ美味しいんですよね。そうです、スイーツも美味しいし、あのね、最近はね、なんかね、ピザ、あ、ピザ、ピザがね、すごく力入れてる。そうです、楽しみですね。ぜひぜひお越しください。ぜひ。タリーさん、なんかあるんですか最近は。あさって浜松のアナログさんで、まあおなじみマルテスさんのライブなんですけど、今回は名古屋勢で西島雅子さんとデミア君と、名古屋勢で行きます、はい、これからあとは何があったかな、まあ、またあの告知しますけど、22日にすごいビッグなイベントがございますので、はい、あのオルガンカルテットでワールドクラスの人たちとやります。はい、素晴らしいです、はい、来ていただいてですね、はい、ありがとうございました。はい、いきます。ということでですね、はい、今日の最後の曲になってしまいました。はい、はい、また、はい、ぜひぜひあの、うん、いろいろおいでください。
ました。ありがとうございました。本日もありがとうございました。はい、3月、どうなるかな、3月の金曜日、はい、やれるところでまた、はい、ぜひまた報告してくれ。よろしくお願いします。3月10日はアプローズか、これですか、ですね、はい、はい、3月その前の週の3月3日、3日はね、僕ね、確かスターアイズでギグがあったかな。あ、それ言わなきゃいけない。はいはいはい、スターアイズです。はいはい、おひな祭りライブ、ね。そうなんです。はい。きっと、あの、女性のミュージシャンやるんですね。そうです。はい、はい、というわけで、今日もありがとうございました。終わりたいと思います。いやー、音楽って実にいいものですね。さよなら、さよなら、さよなら。